宮城野区のアパートで知人男性を暴行し死亡させた罪に問われている男女3人の裁判で検察側は懲役5年から12年を求刑しました傷害致死の罪に問われているのはいずれも無職の井ノ口周平被告高橋翼被告原直美被告です起訴状などによりますと3人は共謀して去年4月 宮城の区の原被告の自宅で、知人の黒沢勉さんの頭や腹を殴り、外傷性ショックにより死亡させた罪に問われています今日の裁判で検察側は、被害者が弱っていくことを認識していた、共謀して暴行が認められるとして、井ノ口被告に懲役12年、高橋被告に懲役10年、原被告に懲役5年を求刑しました。 一方、井口被告の弁護側は、幼少期の不遇な生育環境が事件に影響しているなどとして、懲役6年程度が妥当と主張、高橋被告と原被告の弁護側は、共謀は成立せず、傷害や暴行にとどまると主張しました。判決は今月15日に言い渡される予定です。